8点です。高校数学両問演習第10問目ですね。論理と集合分野から第3問目になります。この問題で論理の問題は終了になります。前回動値変形について扱ったんですけれども、今回はその動値変形のレベルを少し上げた問題をやってみたいと思います。まだ自分で答えを出してない方はですね、こちらの画面で一旦止めていただいて、必ず自分で頭を使って考えてから解説を聞いてください。では解説を行っていこうと思います。今回も前回と同じ形式の問題で、ある生徒のこういった回答の問題点を正しく指摘してくださいという問題です。で、この問題の中にある問題っていうのは単なる連立方程式なんですね。で、この連立方程式を、皆さんよくやる方法だと思うんですけれども、代入して一文字消去して、で、X を出してそれを元の式に代入して Y を出していますと。でも実はこれ答えが間違っているんですね。で、この動画ではですね、代入して一文字消して X か Y を求めてそれを元の式に代入するっていうのが数学的にどういうことをやっているのかっていうところと、あとはこの問題その方法で解いてるんですけど、どこにトラップがあるかっていう、この2つをマスターしてですね、ぜひ皆さんに連立方程式を語れるようになっていただくっていうのがこの動画の趣旨になります。ではポイントと解説を話していきたいと思います。ポイントは前回と一緒なんですよね。数学の答えっていうのは問題に対する必要十分条件じゃないとダメですよっていうことです。必要条件だけでもダメですし、十分条件だけでもダメですと。で、必要十分条件になるような条件の変形を行っていくことを動値変形をしていくっていう呼び方をしました。もし前回の動画見てない方はですね、9問目になるんですけれども、ぜひやってみてください。今回の動画と合わせて理解が深まると思います。では今回の問題の解説ですね、少し知識を整理してから実際に問題点を指摘していこうと思います。連立方程式で先ほど申したようにですね、X と Y の連立方程式が与えられたときに、この Y イコールなんとかっていうのを2つ目の式の Y に代入することで1文字消して、それを解いて元の式に代入するっていう解き方をするんですけれども、代入法を用いて出てきた式っていうのは実は問題の必要条件でしかありません。どういうことを言ってるかっていうと、例を通じて確認したいんですけれども、 P という条件を y イコール x-1 かつ 2x プラス 3y イコール2、この連立方程式が成り立つことだとしますね。で、この q というのを1つ目の式を2つ目の式に代入して出てきた式、こちら、これ y にこの1つ目の式に代入しただけですね。で、代入した式のことを q と呼ぶことにします。この時 p と q の間の条件を確認すると、p ならば q っていうのは成り立つんですよね。もちろん p が成り立っていればですね、y が同じものになっていて、代入してももちろん成り立つはずですよね。これは直感で OK なんですけれども、実は逆は成り立ちません。q ならば p っていうのが実は成り立たないんですね。で、判例としてはですね、この q っていう式を整理すると 5x=5 っていう形になるんですけれども、実はこの連立方程式っていうのが、これ y 代入してもらったら分かるんですけど、これも代入すると 5x=5 になるんですね。なので、この連立方程式っていうのはこの q を満たすことになります。同じ式が出てくるんで。なんですけれども p とは全く違う形をしてますよね。こっちでは y=x-2 っていう x と y の差が2になるんですけど、上だと差が1でしたよね。なので出てくる xy っていうのが違うので、この判例っていうのは q を満たすけど p は満たさないっていう、 q ならば p の命題の判例になってますよね。ですので q ならば p は言えないと。なのでベン図で整理すると、元の式っていうのはここにあって、代入した式っていうのがその元の式よりもより緩い条件だっていうのが分かります。つまり元の条件に対する必要条件でしかないんですね。代入して出てきた式を解いた解、つまりここに含まれる解っていうのは元の式の解になっているとは限らないんですよね。ですので代入後の式を解いた解っていうのが元の式も満たすかっていうのを確認してあげる必要があります。つまりここのより狭いベン図の方に入ってくるかっていうのを確認するんですね。なので代入して出てきた式を最後元の式に代入して、もう片割れの X か Y を出していくっていうのが今まで連立方程式で皆さんおそらくやってきた方法だと思うんですよね。で、それは実は何をしてたかっていうと、代入して必要条件として出てきた式を解いた答えですね、それが元の式の十分条件でもあることを確かめるために最後戻して計算してたんですね。で、そのことによって必要十分条件の解が出てきて、問題に対する答えになりますというのが実はこの代入法の背景にある話になります。よろしいですかね。で、前回の動画でですね、解き方としては2つあるっていう話をして、必要条件から攻めて
十分性を確かめるっていう解き方と、もう一つ同値変形でそのままさらっと解けるよっていう話もしました。ではこの連立方程式の代入法の解き方はですね、同値変形でやるとどうやるか、つまり最後十分性確認せずにただ変形していくだけで解ける解き方はどうやるかっていうのを説明します。さっきの P の条件と一緒の連立方程式でありますね。でこの式を同値変形すると、まあ、代入は一緒なんですけど、代入して1か2のどっちかを条件として残します。その2つをカツで結んであげた条件、この条件が元の連立方程式と同値変形になります。つまりさっきはこの上の式だけを考えてたんですよね。1を2に代入して一文字消した式だけを考えていたんですけど、それとカツで結んであげてどっちかの元の式を残してあげると元の条件と必要十分で同値変形になってきます。まあ、つまり1かつ2っていうのが元の連立方程式だったとすると、どっちかをどっちかに代入した式かつ元の式どっちかを残したものが同値変形になります。なので今回は3番っていうのが 5x イコール5でしたよね。それと元の1番の式を残してあげると、これを解けば必ず必要十分な解が出てくるっていうことになります。なのでこの場合は元に戻してなんか代入して計算する必要っていうのはありません。これが同値変形での解き方でした。ではですね、今回の問題何が起こっているのか解明したいと思います。これ実はトラップが潜んでるんですね。この生徒の答案見てみるとですね、まあ、代入した時点でこれ必要条件ですよね。で必要条件として解を出した後、元の式に代入して y を出してますよね。なのでここの時点で十分条件も確認しているように見えるんですよね。なのでこれ必要十分条件になっているように見えるんですよ、ここで見たみたいに。でも間違っている。じゃあ何が起こってるんですかね。で代入法っていうのはただ文字を置き換えているだけなんですね。なので今回1を2に代入してこの y を消しているんですけれども、実は置き換えているのは y2 乗なんですよね。この2番目の式の y2 乗っていうのを1番目の式を2乗した y2 乗イコール x-1 の2乗っていう式に置き換えているんですね。なので代入しているのはこの 1-2 乗の式ですね。これを2番目に代入したものを解いてるんですね、必要条件として。でその解いたものを2番目に代入して十分性を確認して解を出しているという流れになるんですけれども、これはこの 1-2 っていうこの連立方程式の必要十分条件となる解は出ているんです。つまりここがスタート地点で、この一つ目の式を二つ目の式に代入して必要条件として計算して十分性を確認して答えを出していると。なんですけれども、もともと初っ端の式ってこっちであるはずですよね。 y イコール x-1 っていう式が一つ目の式でした。でここの本来のスタート地点とこの生徒の答案がスタート地点としているものが、実はこれ同値変形じゃないんですね。ここが同値だったらもちろん生徒が求めた答えっていうのも元々の答えと同値になってくるので問題はないんですけれども、実は同値ではありませんでしたっていうのがからくりになります。つまりこの生徒は本来最初に条件として与えられていた一つ目の式を案に二乗して考えているんですよね。両辺二乗するっていうことについては本来同値ではないっていうのを前回動画でやりましたね。忘れてしまった方ですとか、まだ見てない方はぜひ見てみてください。で両辺二乗するっていうのは本来必要条件でしかありませんでした。より緩い条件にしてしまっているっていうことでしたよね。ですのでベン図のイメージとしては、本来1かつ2っていう連立方程式だったものが1ダッシュ、つまりこれ1の両辺を2乗したものなんですけど、より緩い必要条件を確かめていて、でこの緩い条件での必要十分な解を求めていました。でも本来はこの1かつ2っていう元の連立方程式の必要十分な解を求める必要がありますよね。で今回2は一緒なので、1かつ2で求めた解のうちこの1もちゃんと満たしますよっていうのを代入して確認する必要がありました。ですので今回それをやってあげると、この生徒が出してきた1かつ2の解、この緩い方の条件から出てくる解っていうのが3つあったんですけれども、このうちちゃんと1も満たしますよ、2はもちろん成り立っているので同じなのでね、で1も満たすのは実は1っていうのが y イコール x-1 だったので、これが成り立つ2つしかありませんでしたっていうのが答えになります。なので解は実は2つなんですね、っていうのが最後に十分性を確認してあげる方の解き方になります。ではこれをですね、
まあ、解き方のうち2つ目ですね、同値変形の方で解くとどうなるかっていうのをやってみたいと思うんですけれども、これ少しややこしいです。まあ、もし途中で吐き気がする人は見るのをやめていただけたらと思うんですけれども、まあ、ここまでできるようになるとですね、同値変形に関しては達人になれるので、ぜひ理解するのをチャレンジしてみていただけたらと思います。ステップバイステップでやっていこうと思いますけれども、今回連立方程式1番2番と置いておきますね、式を。これを最初に2乗します。で、2乗する同値変形については前回動画でやっていますけれども、両辺2乗したものに括として元々の式の両辺が符号が一致しますよっていうのを入れてあげます。前回の動画ではですね、ルートイコールなんとかっていう形だったので、これもともと0以上ってルートの性質で分かっているので、右辺が0以上っていうのだけを入れてあげればよかったんですけれども、今回 y も x-1 も符号が分からないので、0以上0以上でもいいですし、0以下0以下でもいいんですね。まあ、なのでそれを両方ひっくるめて符号が一致すればいいっていうふうに書いてます。で、これを3番っていう条件にすると、まあ、1と3が同値になっているってことですね。1が成り立てば3も成り立ちますし、3も成り立てば1も成り立つと。ここがないと、これは必要条件なんですけれども、この後ろの言葉を加えてあげることによって初めて同値変形になってきます。で、2番はそのまま残しますと。で、これ同値変形ですよね。はい。で、これの同値変形どうなるかっていうと、これただの整理なんですけど、ここ括が入ってて、これ実は上の条件も下の条件もこれ括で結ばれてるんで、3つすべて満たしますよっていう条件になりますよね。なのでこれ3つ縦に並べてみただけです。で、ここで何をするかというと、初めてこれをここに代入できるんですね。つまり置き換えられると。で、代入法を行ってあげると、代入法の同値変形については代入しました。で、代入した後にどっちか元々の式も残してあげるよっていうのが代入法の同値変形でしたね。ここでやりました。元の式どっちか残すと。なので今回3ダッシュの方をここに残してあげています。なので条件式としては3ダッシュそのままで、3ダブルダッシュは何も触ってないんでこのままですね。で、代入して出てきた式の3つになります。で、代入して出てきた式を解いてあげると x イコール0または1になりますね。なのでこれを2ダッシュと置いておきます。で、ここで一つ技を使って、今3ダッシュかつ3ダブルダッシュっていうのは、まあ、この3の条件と一緒ですよね。これバラしただけなんで。で、3って何と同値だったかっていうと1と同値でしたよね。なのでここで1に戻してあげます。言ってる意味わかりますかね。3ダッシュと3ダブルダッシュっていうのはもともと3の同値変形でした。まあ、これはこのかつっていうのを縦に並び替えただけなんで何も難しくはないんですけど、で、もともと3っていうのは1を同値変形して出てきたものでした。なので今回これが残っているので、これを1に戻します。まあ、3ダッシュを代入することができたので、もうお役御免なんですね。なので、元の式に戻りました。で、2つ目の式については、さっき解いたので、これが出てきていると。で、この2つの連立方程式に帰着するんですね。ここまで全て同値であることを確認してください。なので、元の連立方程式を解くことは、この連立方程式を解くことと同値なんですね。で、これだいぶ姿がシンプルになってきました。この x っていうのは0または1なので、それぞれについて丸1に代入ですね。ここまた代入法です。置き換えることによって y の値それぞれ出ますよね。で、ここも代入法の同値変形をしてあげないといけないので、 2' っていう式を1に代入して出てきた式、まあ、つまりこの x を置き換えるので y の値が出てくるんですね。で、ここで y の値が出てくると。で、かつ代入法の同値変形は元の式どっちか残すんですよね。で、今回 2' を残してあげると、ここで x が出てくるので、この xy の組っていうのが答えになります。これが、この連立方程式を同値変形で解いた変形になります。まあ、少しややこしいですよね。しかも実際の数学のテストでですね、ここまで論理を正しくこねくり回す必要はないと思うんですけれども、なので基本はね、この必要条件で解いて十分性を確認するっていう議論でいいと思うんですけれども、その際に、どこの式に代入して十分性を確認しないといけないのかっていうのを注意してください。で、この生徒みたいに実は気づいたら2乗した式の十分性を確認しているっていうことにならないようにですね、ここは論理を正しく理解していないと間違ってしまう部分になってくると思うので、まあ、ここで間違えたらもったいないんでね、ぜひ必要条件、十分条件、まあ、また同値変形もですね、理解をして数学の記述式の答案ですね、ぜひ得意にしてみてください。頭が痛いかもしれないんですけど、何回も見直すことによって、必ず自分のものにできる分野だと思いますし、この分野はですね、大学に行っても社会人に行っても、論理的に考える力の土台になってきますので、ぜひ嫌がらずにですね、勉強してみてください。